Once released, the slide moves forward, lifting a new cartridge into the chamber. The gun is now loaded. Pulling the trigger now releases the hammer, which drives the... This results in a rapid expansion of gas within the chamber, which forces the bullet forward and ejects its casing. This energy also produces a brief muzzle flash and a sharp... エージェンシーの貴重な資産、ビクトリアという名の少女を連れ去った。数ヶ月後、ダイヤの居場所は特定された。ミシガン湖のふとりにある警備の厳重な屋敷だ。ダイヤを排除し、少女を奪還すること。それが今回の目的だ。ダイヤは、俺の命を救った。排除の論拠は正当だが、今回の任務は誇れるものではない。この先は彼女のことはターゲットだけ呼ぶことにする。指示を挟んではならない。この任務中、重要なポイントには音声解説が入ります。音声解説に従い、敵に見つからないよう慎重に行動してください。インターフェースを見てみましょう。左下にある青いバーは体力を示しています。その隣はレーダーです。これで敵、目標物、脱出地点が把握できます。右下は武器表示です。武器が他人の目から見えるかどうかが確認できます。隣の黄色いバーはインスティンクトの残量を示しています。前にある遮蔽物に近づきましょう。こちら4番入り口にセキュリティシステムを設置。見つけたアイテムは接近専用の武器や敵の注意をそらすために使用できます。警備員の注意をそらしました。通り抜けましょう。調査に向かう。どうぞ。そこにいるのは誰だ。おい、今の中田は誰だ。あんただろ。他に誰が知ってるんだよ。武器をしまってください。誰かに気づかれそうです。エージェント47は訓練と卓越した判断力で周囲の異変にすぐ気づきます。
核弾、射撃、ワイヤーの使用、このまま気絶させるか、キルするか、選択は自由です。どちらにしても、彼がすぐに目を覚ますことはありません。周囲の話に耳を傾けましょう。重要な情報が得られるかもしれません。ほとぼりが冷めたかどうかも分かります。よく言うぜ。うちの女房は周一番のゴシップ好きだから、ここまで定めだったのが心遣いには感謝する。はあ、悪いことは言わ。インスティンクトまたはレーダーをもとに脱出地点を見つけましょう。兵士がたどまってはデスクを貸し、インスティンクトを使って敵の動きを予測しましょう。電気が乾くのを見守るような退屈な仕事だが、とりあえず福利厚生はいいよな。警備員の変装をしています。この変装中は屋敷の外を自由に移動できます。他の警備員に近づきすぎると変装が見破られてしまうため、安全な距離を保ちましょう。誰にも気づかれずに温室へ入るには変装が必要です。温室に入ると警備員と警備員を騙しましょう。この先にいる庭師に疑われることはありませんが、警備員には注意しましょう。あいつの隊はそこで何してるんだ。悪いな。この先は警備の関係のところにスパーボードから客以外立ち入り禁止との命だ。なんでだよ、トイレの隊員はどうするの。警備員が向かってきます。インスティンクトを使用してやり過ごしましょう。ふざけるな、正義感のこのバカどもよ。警備員を片付けました。これでインスティンクトが少し回復しました。警備員は上の空です。キルしても通り過ぎても構いません。あなた次第です。よし、屋敷に潜入し大事なバーンとしますわ。そしてビクトリアを援護しよう。機内が加えたら彼女は非常に貴重な存在だからな。そうなんじゃなく戦術じゃないんだな。屋敷に入りました。今の変装ではここの警備員に疑われてしまいます。別の変装を見つけるか、警備員に見つからないようにしましょう。司令官、司令官、今ちょっとだけ待ってくれ。もしもし、おい、屋敷の警備員の変装は屋敷内を自由に移動できます。他の警備員に近づきすぎると変装が見破られてしまうため、安全な距離を保ちましょう。ここから先はレーティングシステムが作動します。プレイスタイル、進行状況に応じてスコアが記録されます。スコアは左上に表示されています。任務へどう対処するかはいつもの通りプレイヤー次第です。幸運を祈ります。リビングで打ち合わせだったよ。インスティンクトを使うと干渉できるアイテムを特定できます。チェックポイントを起動しました。死亡するか再スタートする場合はここからスタートします。待機していくね。いやでも、出ていないと離れるな。いいか、離れてろ。おい、ライトマークから離れる。
づかれ周囲の表情を見れば敵の方向が分かります。気づかれないように立ち去りましょう。立ち去りましょう。スコアが一定以上に暗殺テクニックがアンロックされます。されますラップトップで自分のスコアと次のアンロックを確認しましょう。ずっとましさ、ずっとましさ。マジでお前も来るべきだよ。死体を隠します。コンテナにはもう一体入ります。自分が隠れる場所もあります。ターゲットを捕捉した。よくやった、よくやった、フォーティース、覚えておけ。これはダイヤル、これはダイヤルマネーから招いたこと。やつは裏切り組織で我々の全てを生かしておくわけにはいかん。フリカを引く時はそのことを思い出せ。47! いいの。あの子をどこだったちから救いたかった。あなたに理解できるはず。くそ、これはまずいぞ。ポイントシューティング、エージェント47、迅速、極めて正確に射撃することができます。発動には、インスティンクと大きく照合するのを注意します。カメラを操作し、敵に照準を合わせ、ロックオンします。致命傷です。次の敵を狙います。誰だか分かるな。知ってる。あ
あの人は死んだのね。グロンダ、離れろ。どこへ。誰もいません。逃走した模様です。やったりだ。やはり無理だ。先鋭で